はい、皆さんこんにちは、西です。今日はですね、スイッチ版のね、八郎山のですね、やっていきたいと思います。おお、いい 231K500 番台。あれ、1年前だっけ、なんかソープ戦のいい 231K500 番台でね、ウグイス色、帯をウグイス色にするとかって言ってね、復刻山手線って、イベントがあった。お金払わないと、入れないイベントじゃなかったっけ？ねえ、この山手線もいいよね。205の山手線見たことあるし、乗ったこともあるけどね。はい、山手線の中で E231 が一番乗ってないかもしれないなってところかな。E235 の方が乗ってるかなって。っていうかね、2年ぐらい前、2022年あたりから N ゲージ、鉄道模型、また復活して、まあ僕もね、2010年にね、一回やってやめて、また2022年、12年後に、また鉄道模型をね、再開したわけですけど。で、ポチフェス行くときね、新宿山手線ね、使って、ここにね、だいたい新宿には2回、年2回行ってるんで、E235 に乗って、新宿に行くんですけどね。もうそれだけでも、もう、山手線 E235 が一番乗ってるかなっていう。これどの辺でブレーキを？時間はありそうだね。結構ね、B4 でもスピード落ちるからね。このまま行けば、止まらないか。あ、ちょうどいい感じになってきたね。おお、いいじゃん。24.3 センチだったらね。24番。あ、昔のジャイアンツの高橋由伸選手が思い浮かびますけど、パッと浮かんだのがそれやった。あ、ポチフェス、あ、でも秋葉原行くときもあれだもんな。山手線使うもんな。まあ、品川で降りんだけどね。品川で降りんだけど、まあ、別に京浜東北線でもいいんだけどさ。山手線で行ってるから結局ね。結構乗ってんだよ。東京もね、そんな滅多に行かないからね。山手線は滅多に乗んない。ポチフェスで行くようになっただけでね。横浜だって京浜東北線で行くしね。山手線はそんなに。新宿秋葉原だったらもう、手振ってましたね、ホームで。結局山手線使うから。山手線使う頻度が多くなる。横浜だったら別に山手線使わない。山手線じゃダメか。京浜東北線じゃないと横浜行かないもん。まあ、京急とかもあんだけど。京急もね、いいよね。横浜のさ、京急の横浜の北口だっけ？音の鳴る自販機とかあるからね。あれでドレミファインバーターが聞ける。さあ、時間を、最強戦。
ああ、ノッチ1じゃダメだ。新大久保停車。OK。G センサーは OK だけど。まあ結局僕も関東しか行かないからな、ポチフェスね。名古屋とか行ってみたいなって思うんだけどね。名古屋もたまにポチフェスやってるけど。あ、今年の秋葉行かなくてもよかったなって、静岡行っておきゃよかったかなっていうのもあんだよね。イベントもあったよね。鉄道模型イベントとかもあったしね。静岡も悪くないなって思って。交通費がかかるか、あ、でも新幹線で、ねえ、普通に秋葉原じゃなくてもよかったかなっていうところあんの。大体ね、毎年5月って秋葉原でポチフェス、1回だけだったんだけど、今年なんか2回やったんだよね、5月。はじめ、出発、進行、新大久保、停発。秋葉原2回やった、あ、5月2回やってね、秋葉原のポチフェスの1週間後に静岡で、出張ポチフェスっていうの。静岡もな、まあ、滅多に行けないからさ、滅多に行かないとこのポチフェス行ってもいいのかなって、関東にこだわらなくてもいいのかなって。なんかそんなことを思ったりもするね。おお、鳩が飛んでるね。そうですね。制限60。まあ静岡もね、別に東海道線で行ってもいいんだけどね。でも新幹線で行った方が早いよ。倍かかるもんね、東海道線で行ったら。だって東京から東海道線でさ、静岡行ったら大変だよね。な。4、5時間かかんじゃん。新幹線だったらまあ別に、1時間以内で着くんじゃないかな。あれ？遅れてんな。あらら。あらら。おお、3.3 センチ。まあね、静岡のポチフェス、名古屋、博多とかもいいけどね、名古屋とかだったら、まあ、望みで行けば1時間半で行くんじゃない？あ、終わりか。だから、関東のポチフェスにこだわらなくてもいいんだけどね。でも近いよね。関東だったらまあ別になんと秋葉原でも新宿でも何とでもなるからさ、横浜でも。あ、これ埼京線だね。4区間。あえて新宿をさ、ロマンスカー、小田急使ってロマンスカーで行くとかあるの？新宿。どっから乗れ？町田あたりから、町田から新宿まで、ロマンスカーって言ってね。まあ、ロマンスカー、値段もいいからね、お手頃価格だから。でも、そういうことでもしないとね、ロマンスカーって乗ることないからさ、箱根とか行かないからさ、まあ YouTube の収益でね、箱根行けるぐらいだったらいいけどね、まあご覧の通り、収益化できないチャンネルなんで。まあそう、収益化できたとしてもね、再生回数
がね、良くないとダメだからね。でもこのチャンネルは線行かないと思いますね。うん。僕が生きてるうちは無理かな。僕が死んだ1日後に線行くとかそういうパターンかなっていうのはありますけど。まあそれはそれでいいんだけどさ。まあそれはそれで面白いけどね。それがタレントとかだったらね、テレビで流されていいネタになるけどね。ただ自分だけ面白がってるっていう。自分にとって自分一人しか面白くないっていう。自分が亡くなった次の日に1000人達成するっていう。もう制限95。もうちゃんとトラックも走ってる。なんか山崎パンのような形のトラックだけど。制限95。もう山手線もいる。あれ、今年春のパン祭り、お皿1枚だけもらったんだね。さ、パンのシール集めると、お皿1枚必ずもらえるっていうのは、毎年やってんだけど。あれさ、でもさ、今年30点集めて、パン、お皿が1枚もらえるんだけど。あ、違う。去年とか28点とかだったような気がするんだよ。2年前はね、26点ぐらいだったと思うんだけど。昔は24点分のシール集めれば、お皿1枚プレゼントだった。今、今年30点だったからね。だんだん点数が増えていってんだよ。応募点数が増えていってる。山手線行く。ああ、2秒早いんだ。まあちょっと早かったもんな。これでいいかも。とりあえずこれでいい。信号75。でもね、お皿はね、結構いいお皿ですよ。ちゃんとしたお皿だけど、まあちゃんとしたお皿っていい。今さ、ダイソーのお皿でもしっかりしてるからね。ダイソーはね、結構品質も良くなったよね。あれがすごいなって思いますけど。これでとりあえず。まあ、山崎パンでね、くれる皿は結構まあいいお皿なんだろうね。ブレーキ強すぎるって言われちゃう。ああ、61点か。61センチか。61点ってなんだ。まあでもさ、何点集めたら必ずプレゼントもらえるっていいよね。どうしても抽選とかってね、なんかわかんないよね。本当に、ね、よく厳正なる抽選の結果で決めていますとかって書いてるけどね、本当かいなってな、ありますよ。
検証生活とかね、なんだっけ、電波少年であったよね、検証生活ってね。検証で、食べ物食べたかったら検証で食べ物当てなさいみたいな、ナスビがやってたっけ。なんかプレステとかね、当たって、電車で GO の専用コントローラーが当たって、ゲームソフト電車で GO が当たって、なんかゲームで遊んでた記憶がある。はじめ、1番出発、進行、新宿、停発。補正作業員、ホーム走ってんのに補正作業員って、なんぞやと思ったけど。あそこにいたの。もう電波少年もさ、急に終わったよね。なんで終わったのだっけな。鳩山さんか。鳩山さんなんか、揶揄したようなことして、なんか途中で番組終わっちゃったんだけど。なんかそれ、急に終わったよね、あれね。急に番組が終わったからさ。電波少年もあれ30分番組だよね。なんか日曜の10時半だったっけな、土曜日の10時半だったか。30分番組でね。電波少年っていうのと雷波少年とかっていうのがあるよね。ありましたよね。雷波少年っていうのはなんか朝の10時ぐらいからやってる。朝の10時半だったか10時だったかなんか、そんぐらいにやってた気がする。注意、制限45。徐行かかんないですって言ったね。あ、遅れてんじゃん。遅かったか。ああ、遅れてるか。ああ、スピード上げちゃって、なんか慌てちゃって、多分大丈夫だと思うんだけどね。取り返し回復運転はできると思うんだけど、ね、あ、次停車か。なんかオレンジのライン見えるから、あれも制限か。制限80。あ、またなんかあるね。信号65。また山手線がいる。制限45。忙しいね。忙しいじゃありませんか。楽勝。雷波少年もさ、なんか、応援しているチーム、ベイスターズが好きだったベイスターズが勝ったら食事がもらえて、負けたらなんか食事抜きとか、なんかそんな企画やってたよね。あれ、これやべえな。これ遅れるよね。結構スピード落ちるんだよ、これ。なんだかんだで。4、3。あら。98センチ。京田選手の背番号にはなったけど。
これマイナス6点ぐらい引かれんやん。これゲームオーバーきついね。たった6秒だけど。残りミッションが少なくなりましたって言われちゃうけど。ああ、だいぶ。いい感じ。ジャイアンツファンの芸人がね、野球観戦やって、ジャイアンツが勝てば食事とかね、食事はつくんだけど、負けると、食事抜きとかね、なんかそんなのやってたよ。それもきついよね。日曜日とか負けたら食事抜きになっちゃうのかな。あれでドクターストップかかったんだよね。ジャイアンツだったか、なんか10連敗だか11連敗だか12連敗だかしてね、連敗して16日くらいなんか食事抜きとかって、本当に食事抜きでやってたのかどうかわかんないけど、それでドクターストップかかっちゃってね、代わりの人が来たとか、なんかそんなのをライハ少年でやってたよ。今思えばさ、今じゃ放送できないだろうね、その。日曜日勝った方が得だよね、それだったらね。日曜日確か勝てば、移動日とかも食事くれると思うんだよね。日曜日さ負けると最悪だよね、あれね。食事抜きになっちゃうから。お、これブレーキのあれが厳しいな。結構スピード落ちんだよ、これ。ああ、だいぶ遅れてんな。ブレーキが強すぎますよ。停止位置は、まあ、減点は食らうか。多少に減点で済むんじゃない。結構食らう。もうマイナス1点ですね。過酷だよね。だから、連勝してもさ、移動日の前の日負けると、その負けた試合と移動日が飯食えないとかね、なんかそんな感じだったよね。水だけは飲めるっていうね。まあ、水も飲めないってのはもう、番組のね、倫理的にもって疑われちゃうけど。今そういうね、過酷なのはダメっていう風潮がありますから。世界の果てまで行っていけるだけ、あれもね、結構、たまに問題になってるけどね。でもまあ芸人ってね、体張ってなんぼだからね、芸人さんからしたらそういう体張る系の番組がダメってなると、辛い部分もあるよね。過酷なこともあるけど。もう飛んでる。あ、飛んで、ここが鳴らさなくていいね。なんかあれ、制限か。何キロ出していいのか分かんないけど、90にしとくか、一応。95でいいんだ。95でいいんだったら。あ、時間ないの？減速してる場合じゃなかった。バッと手を引いて。90、95ギリギリまで出して。
20秒か。のっち読んでいいか。あ、のっちさん。のっち読んでもスピード上がんないもんね。あ、制限は85。ここで減速か。減速もきついね。今日は65。あ、これ間に合わないんじゃん。大丈夫か、OK。危ね。60にしとくか。制限40。あんまりスピードを取りすぎるとあれなんだよな。でも、そればっか考えると、今度速度制限オーバーしちゃう。制限20。山手線いるね。制限25。最高速回してもいいんだけど、30秒足りないか。ちょっと再加速した方がいいです。結構ホーム長いね。それは10両編成だよね、埼京線ってね。埼京線10両編成だ。そりゃ、そうだよね。うん、8.5。8センチ、背番号8、神里選手。海よ、祈りの海よ、波の声響く空よ。ああ、いいですね。まあ、なんとかクリアできたよ。あ、B っていうのが、速度調節 B。ああ、まあ、あ、でも、これでランク S。はい、ということでね、お客様、社会とコミュニケーションする車両だって。はい、ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。